方、生き方をの調べのうちに、あなたは自分の勇者をしてますか？あなたは自分の勇者をしてますか？本日の話したいことなんですけれども、その勇者の持つの大切さです。まあその3つポイントを挙げたいと思います。で、その3つポイントの中で一番のポイントなんですけれども、それは自分の勇者を持つと無意識的に彼を真似する。その勇者を持つと無意識的に彼を真似する。どうかというと、自分の勇者だったら例えば、サッカーとかだったりね、サッカーだったりロナルドとかね、もうみんなは、ドイツだったらもうみんな結構やってたんで、サッカーをもうやるときに、もう結構幼児のときにですね、子供のときに、サッカーをやるときに、なんか自分の好きなサッカー選手を真似して、で、そこでなんかちょっと位置下で、で、そこでゴールを打つとか、もっとなんか頑張るっていうの気持ちはあったのではないでしょうか。みんなはだいたい今の大人になって、みんなから、自分の、社会とかからね、コントロールされたり、で、その気持ちはちょっとなくなるんですね。それはちょっともったいないだと思います。どちらかというと、それを真似すると、なんかだんだんその一体化になる。で、その真似するためにですね、その自分の優秀者を見つけるだけじゃなくて、真似するんですけれども、もう、一番必要なのは、その優秀者を、中毒になる、その優秀者の、自分のヒーローなんですけれども、そのヒーローのずっと何がやってるとか、もう何かをその真似とか、自分何がやってるとか、何が対応するとか、どうやって考えるとか、どんな習慣を持つとか、それを自分で調べて、でその調べに、そのヒーローの動き方、生き方をの調べのうちに、そこで結構中毒になるというのはいいだと思います。その中毒性があるからこそ、それは2なんですけども、その中毒性ですね、その中毒性なんですけれども、その中毒になるにつけ、自分がもうだんだんその人となんか考え方になるとか、自分はその人になる。これは素晴らしいのではないでしょうか。もちろん、その人は完全になったりは、無理なんですけれども、でもその、その方向に向いたりすればいいだと思います。もちろん、サッカー選手なんですけれども、いいサッカー選手になりたいのは、3つなんですけれども、そう、3つなんですね。その3つなんですが、その自分のヒーローはどんな分野に、何がやってるって、そのちゃんと調べて、それを真似するのがポイントです。で、例えば、サッカーだったら前にやったんですけれども、ロナルドとかですね、ロナルドとかロナルディーニョなんですけれども、あとは、例えば、香川真司とかですね。スケーボーだったらトニーホークとかロッティマーリンとかですね。また、例えば投資だったらウォーレン・バフェットなんですけれども、そして不動産だったらロバティ・キヨサキとかですね。こういう人を、自分の優秀者として、もうずっとこうになるを目指すのは良いだと思います。だから皆様はこういう優秀者を見つかってください。ちょっとこの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら、高評価のボタンをお願いいたします。またはその同じの価値のあるの動画を見たいなら、
登録もお願いいたします。さらにこう種が入ってるなんですけれども、こうの変ですけれども、でそこでその鐘を押したりすると、ノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにこうどんな動画を上げたりいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいですけれども、下のコーナーでご記入をお願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって今で